大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、米雇用者、こちらの方がね、どうやら基準の改定で最大ね100万人ぐらい減るんじゃないか、実は雇用は弱かったんじゃないかというデータが今日出てきます。このデータを受けてアメリカの株式がパニックを起こすのか、それとも織り込み済みなのか、どちらでしょう。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議スタートです。僕らは逆イールド観察隊。ただいま逆イールドが進行しております。この逆イールド、たちの悪いことにその期間が長ければ長いほど、その後アメリカはリセッション入り、そして株の大暴落につながっていくと言われております。さあ、今日発表される雇用者数ですね、100万人も本当に減っていると、アメリカの経済全然強くないじゃないかということで、ね、株式ひょっとしたらね、大幅下落を引き起こす要因になるかもわからないということで、ただこのね、逆イールド後必ず暴落が来ると分かっているんだったら、それを逆手にとって資産形成してやろうというのがメンバーシップです。資産形成一人でねするのがちょっとね心もとないなと思われた方、メンバーシップにね入っていただきまして、メンバーシップ会員さんプラス私と一緒にね、資産形成しませんか。登録お待ちしております。ジャクソンホール公演に影響かということでね、米雇用者数、基準改定で100万人減もということで、まあ、このね数値を受けてパウエルさんが何かジャクソンホールでね発表することがあるのかどうかというところもね、今投資家の中では持ちきりの話題ということになっております。まあ、米雇用者数ですね、今年3月までの1年間の伸びが当初の推定よりはるかに弱い可能性が高く、米連邦準備制度が利下げでさらに後手に回っていると不安を助長しかねないということで、ゴールドマンサックスとかね、ウェルスファーゴは、まあ大体ね、60万人ぐらいはね、少なくなってるんじゃないか。そして JP モルガンはね、100万人ぐらい少なくなってるんじゃないか。ということで、アメリカの雇用がね、今まで強かったんで、アメリカ経済は強いぞと言われていて、ソフトランディングがあるなんてね、言っていた人たちがいるんですけれど、それを覆すデータが出てくる可能性があると。さあ、このデータなんですけど、そんなに過去ね、多く覆っているのかということで見ますと、ちょくちょく覆っております。2018年は、多い方にね覆りまして、2019年そして2023年は少ない方にね大幅に改定されて、2022年は多い方に改定されているということなんで、まあ、結構ねこの改定値というのは後からねしっかりとしたデータを取っていくと、速報値はどうしてもデータがね揃いきらないところでのね発表ということになっているんで、このズレがあるということになります。結構過去にもズレているということは、今回もズレる可能性は大いにあるということになりますので、まあ、今日発表なんでね、株価が大幅に下落してもまあびっくりしないようにと、債券価格が大幅にね、まあ、上昇してもびっくりしないようにということでしょうかね。ただこのデータっていうのは出るんじゃないかというのは昨日から言われておりますんで、まあ、結構ね火曜日の、マーケット株価が下落、債券が上昇、すでに織り込まれているという可能性もねあるんですよね。 SXL 火曜日、まあしっかりと下げてますよねということで、まあこれは100万人減が影響しているのかなというふうにね思います。ただ日足の方のチャートで見るとレンジなんですよね。ただ上髭下髭ついているということで、まあ今日の発表でどうなっていくのか、皆さんねちょっとなかなかわからないということで、まあポジション整理した人もいるんじゃないかというふうに思うわけですね。ただその割には下がるとね思うんだったら、もっと空売りがねガーッと増えても良さげな気がするんですけれど、空売りの出来高は収まったままと。さあ、今日下げれば買いなのかというね、ところがありますけれど、まあ思い切り下げてね、そうですよね、まあ37とか6ぐらいまでね、下がってくると、今回買い損ねてる人たちの買い場がね、まあ唯一来るんじゃないかなというふうに考えたりもできますよね。ここからさらにね、下に掘っていく展開かというと、まあ私は基本的にはね、NVIDIA の決算、そして今日ね、AMD の決算ということで、まあこのあたりで、まあ、持ち直すんじゃないかなと思うんですけれど、AMD の決算でね、さらに追い打ちをかけて安くなるなんていうことがあれば、まあ買い損ねていた人の買い場がチャンス到来ということになります。
私が保有しております SOXL25 株はプラス 13.96、 30株はプラス 27.73、 85株はプラス 39.52 度ね。まあここはもう全口座きれいにプラスになっていると。もうこれは絶対に負けない取引バージョン4ということでね、まあ、絶対に負けない取引のエントリーポイントが今回から進化しているということに、ね、なります。まあその裏付けで、まあ、全ての口座がね今プラテンしているということでいいんじゃないかなと。そして8月5日にね底をつけたソクル11営業日でねプラス 39.52 と、昨日よりは若干減っておりますけれども、まあこんなねわずかな期間で 40% もね伸びていく商品は他にはないということで、ね、まあ、これがレバレッジ投資の醍醐味ということになります。エントリーポイントさえ間違えなければしっかりとリターンを取ることができる。さあテスラです。こちらの方もねもうソクルと同じ現象になっていると。上髭下髭ついていると。空売りの方もねかなり収まってきているということになりますし、まあ今の段階では基本は株はね上に行く状態にあるのかなと思います。ただ今日のね100万人減のインパクトっていうのは知らない人っていうのは結構ねウォーっとビビってね、損切りなんていうのも考えられますんで、まあ大幅に安くなったところではねテスラ2倍ブルもね買いになってくるのかなと。まあじゃあ大幅ってどれぐらいやねんっていう話ですけれど、まあ 20% ぐらいね下がったところ終値ベースから、まあ、そのあたりがね妥当なところなのかなと思います。まあ基本的にはね今の買い場っていうのはねもう私は終わってると思ってるんですけれど、まあ再度安くなるんだったら購入していかないといけないというねところはあると思います。私の場合ですと、まあ10ドル切っていってただね、まあ多少は購入してもいいのかなというのが374株保有している口座ですね。マイナス 28.74 ということなんで、まだ大幅にマイナスですんで、まあ、もう少しここね、資金を投入してね、平均食単価下げておくということも、有効な手立てになってくるのかなと。そして230株リバランスが終わってます。口座は、プラスね、40.08 ということで、まあしっかりリターンは出していると。売却ポイント、絶対に負けない取引、バージョン4に進化しておりますんでね、まあ、ソクルにしろ、テスラ2倍ブルにしろ、もうすでにね、売却の値段はずっと差しっぱなしということになってます。まあ、あとはどの段階で刺さっていくのかというところがね、まあ、楽しみですね。さあ、TMF ですね。急上昇しましたんで、まあ何かあったのかなということで、やっぱり100万人減の情報が出てきて、まあその情報、今日21日、アメリカのマーケットが開いてから出るんですけれど、まあそのね、出る前に、まあ債券買っておけというね、流れだったのかなと。ただね、その割には出来高が低いんで、こう、パニックを引き起こすほどの、まあ、上昇ではなかったのかなというような気もしますけれどね。まあただ債券もこうね、見ておりますと、まあしっかりと右肩上がりで上がっていってるように見えますんで、まあまあ、そろそろね、債券ホルダーの方はにっこり笑える時期が来るのかなと。そして債券まだ持たれてない方はね、もう購入しようがないと。そろそろ美味しい時期っていうのはね、なくなっていくのかなというふうにね、思いますよね。DPST です。こちらの方は陰線ということに、ね、なっておりますし、まあ、100万人雇用が弱いということがね、出てくるとすれば、まあ、もろダメージを食らうのは DPST じゃないのかなというふうに思いますので、まあ、ここからの、ね、急下落、まあ、してもね、まあ、ビビらないようにということで、まあ、私のチャンネルではね、今 DPST はね、まあ、保有している人は利益出てる間にね、売った方がいいんじゃないですかと。で、今、ちょっとレンジに入ってましたけれど、まあ、ここで買うのは控えておきましょうということだったんで、まあ、今日、大幅にね、下がるかどうかっていうところ、まあ、ここはね、要確認ということですね。QLD の方です。こちら下髭上髭たっぷりついてるということで、まあこちらの方も21日の改定がね、どのような改定を出てくるのか、まあ最大100万人ってあれね、まあインパクトがあるようには出してるんですけれども、30万人とか60万人とか減でもね、まあ結構低いかなというふうに思いますんで、まあ今日次第ですね。ただ私は今日下げたとしてもね、まあ次の日ぐらいには上がっていくんじゃないかと楽観視してるんですけれどね。1日遅れで出ますレバナス、41,453円ということで、5期レバナスはプラス 47.12 まで回復しております。ただ今日はね、下落すると思うんですけれどね。さあ、どうなっていくのかということで、ドル円もこちらの方の影響を受けまして、まあ、円高方向に進んでいっていると。債券の方も利回りは低下してきて、そして長短金利差逆転逆イールドですよね。こちらの解消には2年債がね、3% 台になって、どん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 まだまだ買われていかないといけないという状態。
ですけれど、前日よりは若干狭まりまして 0.184 ということですね。さあ、このまま債券がジャップ買われるようになればね、この逆イールドっていうのもどんどん解消していくとは思うんですけれど、なんかね、1日だけで終わりそうな気がする。いや、もしくは今日マーケットが開いていたらね、火曜日に実はそれはもうすでに織り込み済みだったんで、水曜日は反発するなんていうことも考えられると、まあ、このあたりが株価のね、上昇下落を予想するのは難しいと。数値が出てくるのは大体ね、皆さん初めにリークされてるから分かってるわけですよね。ゴールドマンサックスとか JP モルガンとかがね、まあ言ってるから。ですけれど、その数値を受けて株式マーケット、債券マーケット、ドル円、このあたりがどう動いていくのか、それが読めないということですね。まあファングプラスの方も下髭上髭ついてる迷走感が漂っていると。1日遅れで出ますファングプラス 56,691 円と。そしてこちらはね、私が今から言うのはレバレッジ商品が長期保有には向かないと言われてるんで、本当にそうなのかというところを見ていただきたいと。今年リバランスが終わりました。テスラ2倍ブルプラス 40.08 40% 回復してきております。いつきレバナス、こちらは2023年の1月から12月1年間積み立てたものです。要は下落から上昇していくときにね、1年間積み立てたと。こちらがプラス 74.12%。 いつきソクル、こちらは2022年10月に一括投資したものです。 478.58% と。決してレバレッジ型の商品っていうのが長期保有をしていてもね、パーセンテージを著しく落とすノーマルのね商品に負けるなんていうことはね、安い時にしっかりと仕込んでおけばね、ないという証明をしていきたいと思っております。理解の方はね、とりあえずテスラとソクル、こちらの方が売れないと増えませんので、ここは割愛と。さあ、利下げ観測なんですけれどもね、まだ変わっておりません。今日21日、雇用者数が大幅に下がった時にこの利下げ観測がどのように動いていくのかというのをね、まあ、楽しんでいきたいと。今日 AMD とスノーフレークの決算があります。28日が NVIDIA ということでね、なってますんで、まあ、NVIDIA の決算でグッと上昇するのか、それまでは乱高下があるのかというね、 SOXL を楽しんでいくと。そしてPCE とかのね、データの方が予想値ですけれど出てきました。まずは実質 GDP、改定値の方ですね。サプライズの方はほとんどありませんということで、まあ、こちらはね、PCE とかもね、2.9 ということですから、ですけれど、金曜日に出てくるね、PCE の方、こちらが若干ですけれどね、動きがあると。まず個人所得は一緒ですけれど、個人支出の方が増えていると。 PCE コアデフレーター、こちらの方もちょっと巻き戻っていると。このちょっと巻き戻っているということは、インフレがぶり返しているということにね、データ的にはなるんです。この予想が出て、じゃあ株式があかんと言って下がるのか、それとも上がるのか、これはね、わからないということで、このね、データ自体は皆さんこれもうみんな知ってることで、織り込み済みということになりますんで、これが織り込まれた状態で実際に30日の日に PCE が発表されて株価がどう動くのか、これを予想していかないといけないということでね、まあなかなかね、当たらないというのがね、まあこのあたりですね。ですから指数自体は出てくる数値が分かってるんで、それを当てることはできるんですけれど、その数値が出てきて株式債券がどのように変化していくのかが分からないということですね。絶対に負けない取引、株価が下がれば含み損増えるのは当たり前、株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。ただし株価が下落したときはしっかりとスポット購入しましょう。スポット購入した人のみだけがね、株価戻るまで余裕ぶっこいて感染。スポット購入しなかった人はね、低減のリスクなども発生しますので、まあ余裕ぶっこいてられないですよね、正直な話。株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないと。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。